むしむし。聞こえますか？いや、グールの声じゃないよ。グールは、うぜっていう感じ。鼻水が垂れる。鼻水。お鼻水。じゃあ挨拶していきまーす。チンピクさん、ニコメさん、ペヤングハマダさん、知らぬいさん、680個目さん、15個目さん、メルタン。ワッシーさん、どうもこんばんは。トシエです。あ、間違えた。お姫様のトシエです。あ、間違えた。とっても可愛いお姫様のトシエです。こんばんは。スミッシュさん、イレさん、じゃあ遊びまーす。この地にエドビンマン、チンタロウさん、イレさん。ウィッチャーはその名を隠して活動する皇帝の諜報員ヘンドリックとベレンで接触することになっていた。その諜報員は、そうそう、ものすごい強い牛の化け物がいたじゃないですか。あの、家畜を殺しまくったら出てくる、あの、なんか運営からの資格みたいな言われてるキャラ。あれ、昨日倒しました。まさきさん、いらっしゃい。40分ぐらい切り続けて、やっと倒せた。うん。かもね、多分だけど、このゲームの中で最強キャラでしょ。ずーっとリジェネするし。ずーっとリジェネしてるぞ、あいつ。あいつを倒して、で、ここの、エリアの、ハテナ全部なくして、で、あの、牛ちゃん倒して、でもここはクリアになったから、こっちに来ました。という感じです。レベル3で、勝ちました。デスマーチで。で、一応経験値100、多分120ぐらいもらえた。あいつで。で、アイテムは全然いいのなかった。何にもいいの入ってなかった、アイテム。アイテム何にも良くて、しょうがない。ということで、始めていきまーす。新しい土地に来まして、で、あ
掲示板を漁って、で、クエストをどんどんやっていこうっていうところです。もうすぐ満月だわ。窓に缶抜きをして、扉の枠には鉄の鋲を打つの。なんだろう、満月恐れてるけど怖いのがなんか発生するのかな。あ、何これ、この人たちの話を聞いてたらクエストが勝手に出てくるの。いや、 NPC 倒せないですね。いや、メインは全然ですよ。謁見が終わったところですね。チュートリアルみたいなもんで、チュートリアルが終わりましたみたいなもんさ。掲示板これかな。あ、これクエストっぽい。ほら。よし、クエスト出た。よいしょ。新しいクエストですね。サイドクエストをどんどんこなしていきます。新しい地域に来たからかもしれないけど、あれですね。対象レベルが、7で高いんだけど。マジ3しかないんだけど、レベル。レベル3しかないんだけど、レベル上がらないんだって、全然。どんだけサイドクエストをやっても、レベルが上がらない。やばくない？ベレン、ノビグラド。ノビグラドってどこ？ノビグラド。あ、これか。レベル10だ。あとで行く感じか、そしたら。じゃあ、レベル7か推奨レベルだけど、なんとかしていきましょう。ということで、これなんかクエストとかあるかもしれないから、とりあえず、人の家に、土足で上がり込みまーす。土足で上がり込みまーす。はい。扉を壊して入りまーす。あ、なんかある。はい。何かがあれば取るよ。ね、これ。あ、ライトか。よしりじゃないよ。よしりじゃないよ。そう、メイン進めてしまって、最初知らんかって。まあ、勝手にメインが進んじゃったんだけどね。人助けのために薬草を手に入れて持ってきてよって言われてたクエストが、メインが進んだために、失敗になって、で、その人の家に戻ってみたら、あの人は死にましたって言われた。あなたのせいよ、みたいな。約束したのに持ってきてくれなかったのね、みたいな。な感じ。だった。まあ、しょうがないね。そう言われましてもしょうがないです。あ、かおちゃんいらっしゃい。あ、積んでる？あ、そうなの？私最高難易度でやりだしたけど、大丈夫そうだから、大丈夫だよ、きっと。そう、死ぬ運命だったんですよ。そう、しょうがないね。あ、カードゲームは、まあ、最終的にやろっかなっていう感じですかね。よし、開いた。
ルンルルンルン。はい。とりあえず、ですね。開けられるところは、お、ここ、強化できる。鍵がかかってる。じゃあ、押し入ればいい。何？開かない。何？開かないのだが、ここ。これは死ぬせいじゃない。73個目サイレンス。あ、それね、教えてもらったんですよ。このパワー使っても、なんとか愛。ぐにゃーんってならないように設定できるんですよ。教えてもらったんだけど。これ、見て。ほら、普通になるんですよ。普通でこれ力を使ってるからね。ほら。そうそう、ね、ほら、魚眼オフ。魚眼オフで大丈夫らしいですよ。そう、なんかみんな知らないって言ってる人が多いみたいで。そうそう、これわしの手柄ね。これわしの手柄ね、リスナーさんの手柄じゃなくて。カオちゃん氏に教えたのわしの手柄だから。ニハじゃなくて。わあ、トシーさん、そんなことも知っているんだ。すごーい。私なんて知らなかったのにー。ってカオちゃんが言ってるから。ほら。ほら、お礼言ってきた。ああ、感謝された。人助けって気持ちがいい。家の中に押し入って物を漁る。よいしょ。よいしょ。宝物をもらうよ。さすが千年生きてる魔女じゃないわ。私まだ17年しか生きてないから。言っとくけど。いや、悪魔じゃないって。天使でしょ？天使の鼻歌でしょ。あれだよね、ナウシカに出てくるランランランも私に歌わせたらよかったのに。そしたら、もう戦争なんてすぐやめられて、で、しかも、虫たちも、収まって、ああ、トシエをあがめなければ、ははーってなるから。巨神兵は私のしもべだから。私がちょっと気に食わない、リスナーさんとかがいたら、よし、巨神兵。あいつの頭を燃やしてしまえって言ってみんなの髪の毛燃やすから。あ、ごめん。燃やす髪の毛なかったね。にふふふ。ルンルン、ルルンルン。ルルンルン。ルンルルンルン。ルルンルンルン。
リリン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 。酔っ払ってない141個目だよね、さ。お酒なんて一滴も飲んでません。いや、悩んだんですよ。なんかちょっとだけお酒欲しいなっていうか飲みたいなーってちょっと思ったけど、やめた。気持ち悪くなるんだよね、あんまりなんかお酒飲んだりすると。だから、コカ・コーラがあります。手元に。一気じゃないよ。あ、でも知ってる?なんかね、ドラキュラとかヴァンパイアって、人の生き血を飲むじゃないですか。で、その、なんていうの。ヴァンパイアとかって、死んだ人間の血を飲むと、血が固まっちゃうのかな?なんか内容は忘れたけど、とりあえず、死ぬらしいの。生きた人間とかの血じゃないと、弱まっちゃって死ぬらしいのね。だけど、だから、ドラキュラを倒すためには、死んだばかりの人間に、とある薬剤を投与すると、血が、生温かいままプラス固まらずに、なんか置いておけるらしいの。で、それをなんか死んでると思わずに寝てるだけと思って吸い取ったヴァンパイアと吸血鬼とかは、死んじゃうんだって。だから、ドラキュラを倒すときには、生贄を一人見つけて、その人を毒殺した後にすぐ吸わせれば OK なんだよ。1号2個目さん入れさん。はい、じゃあ、クエストいきましょう。ヤゴさん入れさん。私だったらワンパンで、悪い奴らは吹っ飛んでっちゃうけどね。クマさんいらっしゃい。注射器で血を注入、あ、それもいいんじゃない？大丈夫だと思うよ。なんでこんな話になったの、なったの？なんなの？なんでそんな話を持ち出したの？みんなのせいだよ。みんなのせいで。何にも面白くない話題じゃないか。ボケ。そして。ルンルルンルン、誰か。ここの村全然面白くない。ここの村、全然面白くもなんともないわ。あ、この人クエスト持ってる。こちらへ。セーブして。あ、間違った。新しいスロット作っちゃった。ちょっと待ってね。いらないの捨てていこう。もう、こんなにあっても いらないから。三つあればいいか。174個目再来さ。何の用だ？喜ぶ。誰これ？お前のように邪悪で卑しい生き物であっても、永遠の炎の栄光のために働ける。誰かが戦場の始末すればならん。ああ、お前が卑しいだろうか。集団墓地でまだ朽ちていないものを士気が怪我している。けしからんことだ。それが俺の一日一善か。ついでにかなりの儲けになる。ウィッチャーはただ働きをしない。大丈夫大丈夫。
分かったやろう。分かった。引き受けよう。これは功績の一つとみなされる。人生で善行をなすほど物事はより神聖になり、まあとにかくこれが聖油だ。たっぷり振りまいて火をつけろ。ほうほうほう。いいな。空高く火を上げろ。永遠の炎の栄光やその他諸々のために。死体の焼却が済んだらどこで会えばいい？ノビグラドへ向かう橋の近くにいる。わかりました。死体を燃やしてからまた来い。後でぶっ壊れちゃってもいいね。そう、大画面だったらちょうどいいってなんかみんな言うよね。クエストは、でも今は、今はこっちを今、あ、こっちの方がちょうどいいね。あれ、こっちからやろう。あ、どっちにしても同じ方向なんだ。めちゃめちゃ8個目さえないさ。3箇所。ここと、こことここだから、まあ、どっから行っても一緒だね。一番近いところか。くしゃみでしょ。あ、大丈夫だった。くしゃみなんなかった。吸わせてじゃない。あ、敵がいる。よし、ぶっ殺ちゃんしよう。敵をぶっ殺ちゃんするよ。お犬様だ。犬様がいたよ。やった。よいしょ。あんまり食らわなくなったから、ちょっとレベル上がったから、レベル上がってないか、装備がいいのになったから。装備、私の中ではすごいいい装備な部類に入ってるけど、みんなの中ではそうでもないんでしょ、これ。レベルが全然上がんないもんね、この剣。お、なんかいる、なんかいる。何あいつ、何あいつ。わお、わお、うわ、ここ強い。うわ、なんか爆発、うわー、なんか爆発した。よし、倒した。爆発したね。え、牛に似てた？牛に似てたってことでさ、相当あれなんだね。何？すごい、お姫様なんだね。牛に似てるってことは。お、死体がある。次はイグニだ。ん？爆発しないよ。ん？爆発しないけど。風がうなっている。ん？燃やすんじゃないの？あれ？ああ、なったなった。208個目さんいらっしゃる。燃やしました。バーベキュー？いや、美味しくないでしょ。あ、でも馬の肉があるから美味しいかも。馬の肉、桜肉っていうの、馬肉。美味しいかもね。美味しいですか？いや、シルクじゃないよ。ラプンツェルって言われます。
お寿司あるよ。なんで殴られなきゃいけないの？で、その腕もらっていい？殴ってもいいけど、その腕もらっていいかな？お寿司。いや、でもね、なんかね、おいしい。なんか子供の頃、なんかババがよく、お寿司をなんか買ってたような記憶があるんだけど、なんか、その、大人になって、ものすごいいいお店に行った時に、なんか、馬刺しが出てきて食べたの。そしたら、なんか、その、子供の時に食べてた感触と全然違う、なんか、感触のものが出てきて、で、なんかね、あの、なんていうの、えって、今まで食べてたのって本当に馬刺しだったのみたいな感じになったことあるの。人間の肉だったのかな？とか言って。倒した。もうダメだ。もうダメで倒せた。そうだね。いやでもそんな、でも極端に違うくない？違くないじゃん、そんなの。あ、またなんか狼いる。狼。じゃな、クマだ！クマがいるー。クマだった。あ、ちょっと逃げられた。逃げられたけど倒しまーす。でかっ。ちょっと待って、見えない。よいしょ。おー、ぶんな。あ、出血してるっぽいね。倒したと思ったら、あらららら。ら死んでなかった。あ、死んだ。よし。イエーイ。もうダメだね。まだグールいるぞ。ん？ 2 は1個目じゃないさ。あいつなんか後ろ向いてるから、忍び込んで、死ねーって。よし。余裕だったな。はい。そして？次はイグニだ。誰だ？あのデスマーチは無理だとか言ってたの。デスマーチは無理だって言ってた人誰ですか？全然普通にこなせますが。まあ、最強の敵も倒したからね。2より1個目じゃないさ。あの、運営からの資格も倒したからね。もう怖いものなんて何もないね。いやでも、レベルが全然上がらない。あのリンさんいないさ。全くレベルが上がらない。本当に。
すごいびっくりした。いや、デス、なんかね、デスマーチはレベルも上がりにくいんだって。デスマーチは全然レベルも上がらないらしいから、そりゃレベル上がらないわ。敵が強いだけじゃなくて、レベルも上がりにくくなってるらしいから、やばいよね、レベル上がりにくいプラス、レベル上がりにくいプラス敵も強いし、どうしようもない仕様だよね。意地悪だよね、ただの。259個目タイヤさん。ただの意地悪ゲームだから、これ。言っとくけど。いや、でも初見でデスマーチでやる人なんていないでしょ。みんながやれって言ったからやりだしたんだからね。どうせなんかできるわけないって思いながら、なんか、やったんだろうけど。絶対やるから。冗談で言ったでしょ。もう絶対クリアするから。初見デスマーチでやってる人なんて絶対いないでしょ。数えるぐらいしかいないと思うよ、日本に。マジで。数えるほどもいるか知らんけど。まだ生きてるやつがいる？大丈夫か？よし、倒して、手伝うよ。入った、殴られた。よし、助けたぞ。なんだ、クソ司祭の次は屍ぐらいか。うわ、ハゲた。忌まわしい町にはコリゴリだ。司祭。272個目さんやでさ。物の量がハゲで、すごいハゲ。いい客だと思った。だが奴ら剣を抜きやがった。あ、そうなんだ。280個目さんやでさ。永遠の炎の司祭の話だよな。それは永遠の炎の司祭の話か。そうだ。やっぱり生臭坊主は信用できねえ。あいつは高品質のフィスティックを3回注文した。284個目さんやでさ。だが4回目に手下が襲ってきた。俺たちを始末するためにな。俺は死体と一緒に捨てられた。後をグールに任せたんだろうな。で、その司祭はウィッチャーを雇い、死体を燃やして証拠を消すよう命じたと。ウィッチャー、つまりあんたか。何をする気だ。死体以外を燃やせとは言われてない。噂が本当でよかった。変異体でもその生き方には信念があるってな。ありがとう。ああ、殺すなってことね。この人なん、まあ生かしとくでいいんだよね。あ、284個目さん入れんさい。え、牛のこと好きなの？じゃあ200億円ください。アイテムがもう一個ありそうだ。
し、200円じゃなくて200億円ね。この人いいんだよね。最終的に味方になってくれるのかな。友達になりたいのか。はい、ハゲと友達になりたいです。次はイグニ。油をまいて、イグニでほうか。はい、オッケー。あと戻れってことかな。またね、ハゲ。よいしょ。ハゲの背中。結構遠いんだけど、めっちゃ遠いじゃん。え、めちゃくちゃ遠いじゃないですか。え、広。え、このエリア広い。このエリア広すぎる。マジで言ってるのこれ。頻路。もうついてだから、掲示板を通ってもう一個確認していこう。マジの靴下食べたいってどういうこと？馬以外にファストトラベルがあるけど、とりあえずは普通に走っていこう。アイテムもあるかもしれないし、敵もいるかもしれないし、ゆっくり行った方が楽しい。わざわざ急ぐ必要ないよ。楽しんでやろう。船もある。ああそうなんだ。とここでオッケー。掲示板をもう一回見る。わ、いっぱいあったけど、クエストじゃなかった。あ、キヨさんいる？はい。お帰り。あ、わしがお帰りだよね。わしがただいまお帰りだよね。小舟、あ、そうなんだ。まあ、小舟でも船も船です。あ、ハテナ。ついでにハテナ寄っていこう。ここ。はい、ハテナを目指していくよ。ハテナが、なんかいろいろレベルアップしたりする、つかがあるかもしれないから。あ、敵がいる。ちょっと待って、セーブしてから。あ、また新しいスロットになっちゃった。まあいいや、新しくても。お、なにこいつ。こいつなに？盗賊か。よし、倒した。あ、もう一人いるんだ。へぇ。よし。あいつ弓矢か。よし。よし、倒した。半裸の男が襲ってきた。え、切るよ。ハサミで直近って。わお！真っ二つになったよ。よし。なんかいい武器あるかな？いい武器？なんか、ないね。あ、石弓がなんかちょっといい弓になる。
やった。無限の矢じゃなくて、ちょっといい矢がある。いや、あんなゲームじゃないよ、全然。よし。行こう、行こう。ん？ドラクエ4、ドラクエ、ドラゴンクエストやったことないか分からねえらしい。あ、そうそう、アキエさん、昨日ね、このゲームで最強と呼ばれる敵を、この難易度で、レベル3だけど倒してよ。褒めて褒めて。偉いねって褒めて。早く。飛び道具？あー、複数で襲ってくるのはちょっとめんどくさ。うわー、まだ複数にいるのちょっときつい。やばいやばいやばい。ちょっと一匹。一匹なんか色が違う。なんか一匹色が違うんだけど。よし、倒した。囲まれたけど全然余裕で倒したね。ネッカー。初めての敵だったよね。囲まれたけど全然倒せた。え、褒めてくれてありがとうわ。え、いつ褒めてくれたの？あと3回ぐらい褒めてほしい。ネッカーもう一人いる。ネッカーさん？家族はみんな死んでいるかな？家族の元に送ってあげるよー。よし。家族の元に。送ってあげた。よいしょ。あ、いっぱい死人がある。そんなに尊敬しちゃう？いいよ、尊敬してもいいよ。いや、でも、ただで尊敬する、とか、ちょっと、あれかな。ちょっと、料金払ってもらおうかな。こんなもん。なんか、この中、入ったことないの。入ってみようか。ちょっとこの中入ってみえね。なんだろう、何かあるかな。キノコ。わ、なんかありそう。何？え、洞窟がある。ん？ありがとう。ありがとう。ありがとう。わあ、すごい設計図。高級設計図だって。やばいやばい。めっちゃ高級設計図だらけ。イエーイ。いや、めっちゃすごい。めっちゃいいぞ。高級とかわしに。おじにふさわしい装備じゃないですか。高級なものとか。まさに、年絵のための装備みたいな。え、全然優遇されてないんだけど。うわ、いっぱいいるんだけど、なんなの？あのハゲども。絶対リスナーさんでしょ。ウェーウェーとか言って。
変な騙して。変な頭してるし、どうしようかな。ノーマルの弓矢でいいよね。今もったいないよね、これ使うの。4から6ダメージあんま変わんないのかな。7から9ダメージもったいないから、もう無料のでいいや。無料の弓。しねーい。よっしゃ、当たった。来るかな。ちょっと一人ずつやらないと無理でしょ、これ。さすがに当たってるのこれ。さすがに、ね、当たってるよ。ウィーって言ってるし、さすがにこのなんか大人数を、あ、やっと当たった。大人数相手にするとかちょっとめんどくさいから。あ、避けられてるのこれ、もしかして届いてないとか。いや、さすがにちょっと大人数相手にするとかちょっとやめたい。これなんか爆弾とかベーンって投げたらいいの。当たった、当たった。当たってるよ。あ、来た来た。え、なんか歌ってる。え、なんか歌を歌ってる。よし、倒した。なんか歌ってない。かわいそくはないですか。よよよよよでん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 みたいな歌ね。よし、倒した。ひとりずつ。来た、親分来た、親分。あ、行ったー。よし、親分倒したからもう怖いことはないでしょ。親分を倒したからもうあいつらだけ。怪物よ、さあどうする。あ、もう一人いた、親分。よし、倒した。親分倒した。あと子分しかいないよ。わあ、見てなかった。よし、はい、余裕でした。うわあ、やばい、なんか奥にめっちゃいるんだけど。え、奥にめっちゃいるんだけど、え、ここにいるになってるけど、え、あ、え、上じゃない？え、いないいない、上っぽい、上っぽいよ。いないいないみたい。地上っぽい。これ地中の中だから、いない、上じゃない？
いないもん、ほら。ボタンアイテム。行き止まりだし。行き止まりでーす。行ける場所がない。あれ、どっから来たか分からなくなった。375個目さえ入れさえ。やったー。なんかいろいろありそうだね。細かいところまで歩いたら。ちょっと歩いてみよう。行けそうなところは行ってみる。これで。こっちから来た？あ、違う。行き止まり？行き止まりっぽいね。何もないね。本当に何もないのかな。なんか崩せたりしない。崩せない。燃やせたりしない。燃やせたりもないか。ないね。まずないぞ。もうこれで。ないね。ここ倒したし。何もないわ、これで。これで全部だ。あ、ある。これは気づかない。やったー、いろいろあった。イエーイ。あとはないね。ないね、ないね。登れたりしないもん。あ、登れる。登れるけど、これ以上はない。ないね。これで全部だね。オッケー。じゃあ帰ろう。うん。じゃあこれで全部と帰ろう。結構いい装備あったね。今回は。正解だったね、来て。ちょうどまだ剣と装備がまだ強いままだったから、鍛えたままだったから。助かったね。トシエとベルチューしたいさんいさん。なんかある。やったー。いろいろあるね。上になんかありそう。ちょっと整備して上まで行ってみよう。ここから登って、あ、無理じゃん。落ちちゃった。何もないね。あ、何か。何かある？なんだあれ？これ何の音？あ、なんでもないぞ。何もないわ。よし、じゃあ行きましょう。よし。あ、なんか絶対いる。うわー、いる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 。
影おじさんありがとう、高校中。あれ敵だね。こいつ敵だよね。あ、強いのがいる。一人強いのいる。一人強いのいるから、おびき出して一人ずつ倒すか。脱走兵。え、なぜ、なぜ、なぜ。なぜ攻撃できないの？あ、来た。うわぁ、全員で襲いかかってくるとかずるくない？一人ずつ来いよ。一人ずつ来い。え、なんか全然襲いかかってこないんだけど。おじけづいたっぽい、わしに。わしにおじけづいたっぽいよ。私におじ気づいたっぽい。あ、あいつも弓だ。あいつから倒そう。弓兵だよね。弓兵から倒した方がいい。うわぁ、弓矢でこんな攻撃力高いんだ。うわぁ、ちょっとに、うわぁ、ちょっと待って、ちょっと待って。うわぁ、やばい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 。やばいやばい、あと一発。ちょっと攻撃力高すぎ。うわ、馬まで乗ってる。あ、これ違う。味方か。味方だった。え、味方？あ、これ敵だよね。敵？これ。あ、敵っぽい。盗賊さん。よし、これから。おい。あ、弓矢いた。弓矢から殺す。うわぁ、防御力高すぎ。やばいやばい、うわぁ。いや、一人ずつ来ないとちょっと、辛いね。一人ずつちょっと来てくれないと辛すぎる。ねえ、遠距離やばいね。ファロさんいらっしゃい。いやー、なんか一人ずつだったら全然余裕だけど、ああいうなんか複数で来るのがちょっとやばいね。まあ、何回かやってたら勝てるね。まあね。ロード時間長すぎなのだ。あ、後ろになんか一人いる。こいつから倒そう。こいつから。ここはあ、おやすみ。イグジーで、馬を、あれ。なぜか、イグジーが使えるのだわ。よし、倒した。イエーイ。首が飛んだ。首が飛びましたね。
報告ありがとう、告知。お馬さん逃げてるね。どこにイケメンがいるの？やばい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 ストレス、うわわ、弓矢がやばい、弓矢がやばい、弓矢がやばい、来いよ。よし、倒した、もう一人。オッケー。一人ずつ倒せば全然倒せる。あ、もう一人いるんか。よし。おーし、一発だ。一発だったね、今。もう全然効かないぞ。馬邪魔。馬邪魔なんだけど、なんなの？もう一人いるの？馬に乗ってなんかめっちゃ現れるね。なんなの？なんでこんなに馬が現れるの？よし、倒した。あいつがリーダーか。よし、来いよ。馬邪魔。馬が邪魔すぎる。こいつが弓やから、あー裏にもいるね、もう一人。これはまずい。あいつ弓やかな。弓や撃ってきたらやばい。弓矢はやばい。ずいぶん頑張ったな。隊長が裸なんだね。一人ずつだね。あいつ、よし、一人になったところ、一人になったところを倒す。やってみろ。魔術だ。思い知るがいい。防御力どんだけ高いの、これ。なんかグールに襲われてる。こっちもなんかよくわかんないけどグールに襲われてるから、助けよう。
うわ、なんか強いぞこのグール、やばい、急に強いこのグール、なんだこいつ、ちょっと待って、めっちゃ強い、何このグール、うわ、ちょっとグールが出たり人間が出たり、なんなの、すごい強いんだけど、うわわわ、よし倒して一匹、ちょっと待って、強い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 、来い、え、こいつ回復してる、ちょっと待って、めっちゃ強いんだけど、強い、強いんだけど、何なの、あ、回復してるのか、倒した、やば、やば、強すぎ、そんな、この人クエストだ、仕事がある。ウィッチャーとお見受けしたんだな。そうだろう。望みは仲間が無事に仕事を完了することだ。屍ぐらいが出てな。追っ払ったら分け前をやろう。剣ね、なん、あれになるよ。生蔵刀になる。やろう。ちょっと待ってね。今倒した。今、なんかいい装備ゲットしたから、ちょっと一回セーブして。4、5、6個目さえ連載。え、なんで、なんで、言うでしょ、生蔵買ったな。装備できるのかな、あんまりいい剣じゃなかった、あ、全然良くないじゃん、攻撃力下がるぞ、なんだよ、
全然いいのじゃない。さっきの人間、なんか、また来た。また来たんだけど、なんなのこのグール。あ、でも今回は弱そう、グール。あ、ちょっと待って。人間が死んでいってる。クエスト、あれの中じゃないの。まずクエストが、クエスト失敗になっちゃった。うわ、最悪。ちょっと一回ロード。クエスト失敗になっちゃったよ。多分人が死んじゃダメなんだ。このクエスト。ウィッチャーはお金よりも、お金よりも、経験値が欲しい。お金なんて家畜を燃やしてもらえばいいから。家畜を燃やして、売ってもらえばいいから、お金なんて。いや、でも、防護対象と、防護対象と離れてたけど、あいつらが防護対象のところに向かってきたからどうしようもないじゃん。てか、セーブじゃない。ロードめっちゃ長い。フォールアウトより長いんじゃない？フォールアウトより長そう。ねえ、勝手に死ぬんだよね、マジで。ちょっと待ってね。こいつを守れだから、あ、来た。ちょっと待ってね。所持品。ここで、オイル塗っておけばいい。よし。よし、こいつらを。入った。あ、もうやられてる。お前。勝手にやられるな。勝手にやられるなって、マジ。よし。あー、もう。勝手にやられるなって、もう。無理だね。クエスト更新、無理じゃない？これ失敗したんでしょ？失敗したよね。あ、失敗した？これだよね。怪物から守る。無理じゃない？無理だよ。まあいいや。しょうがない。守れない。こんなの。勝手に死んでいくんだもん。あ、荷物多すぎるになった。あ、荷物多すぎるになっちゃった。最悪。あ、ってことは、ちょっと攻撃力減るけど、もしいいもの持ってたんだった。これを避けて、私いいもの持ってる、そういえば。これ。60増える。あ、間違った。これをここ、これをここ、で、これを、ここ。ほら、120持ち運べるようになるか。弓矢どうせ食らうから、こうした方がいいな。よし。いけー。ほら、持ち込める量が増えるの。60も増えたよ。倍になったから。これで。
て、アビリティポイント、レベルが上がったから、アビリティポイントが1あるから、なんか、変えましょう。これもなんか、他のやつ。あ、そうなんだ。デスマーチ、難しい。けど別に、みんなが言ってたほどじゃないよ、全然。私全然普通にやってるぞ。そんななんかみんなが、うわぁ、絶対無理だーみたいに言ってたけど、そんななんか言うほどじゃないと思う。私の中ではそう思ってる。これ何しても一緒だね、これ。これでいいやぞ。うん、死んでるけど別にいいぞ。クリアしていってれば、すればいいだけでしょ。していってるから別に全然いいじゃん。どうしよう、アビリティなんか一個欲しいな。これかな。小攻撃のクリティカル率が 2% 上がり、クリティカルダメージが 15% 増加。次何ゲットしよっかな。ああ、でも、これが一個ついてるよりは、なんか他のやつなんかないかな。ブロックで 0.1。 ねえ、茶色じゃないの。ゲラルトが毒水弓、20分続く。体力の自然回復が20分間続く。食事による体力と自然回復が20分間続くってやばくない？これずーっと回復し続けるってことでしょ？あ、これいいぞ。これめっちゃいいぞ。ボーナスが無期限に続くっていうのもこれいいよね。めっちゃいいじゃん。体力500増加っていうのしちゃったけど、これいらなくない？え、これの方が良くない？ねえ。いや、ボーナスもいらないけどね。気力も残り少ない。あ、まあそれはそうだけど、吹きダメージと引力がアップ、中程度の上限30%、あれ中毒度、これが意味わからないんだよね。重装備とか軽装備とかの意味がよくわかってない。中層防具、何が中層防具で、軽装は何なのかがまじ分かってない。これにしよう。美食家、これいいぞ。一個食べたらずーっと続くってことでしょ。めっちゃいいぞ。それ以外いらなくない？いるのないでしょ。錬金術とか別にいいし。こんばんは、いらっしゃい。もうここら辺最終的に欲しいけど。ねえ。あ、これにしよう。これにしよう。美食家にしよう、一個。美食家をゲットして。で、この美食家を、この体力500増加っていうところに入れて、そしたら、一回食べたら20分続くんだよ。めっちゃいいじゃん、めっちゃいい。生肉一個でめっちゃ続く、回復が。うわ、すごい。めっちゃ便利、最高じゃないですか。もう最強ですよ、もう。でもめっちゃ便利。超便利、もうチートじゃないですか。
マジ無敵になっちゃうよ、こんなのがあったら。さっきの敵とももう対等に戦えるでしょ、これで。ねえ、公式チート並みだよね。まあ、1アビリティ箇所を使うことになっちゃうけどね。ここ家畜だけでこの人殺したらどうなるのかな。番犬だから、ダメか襲われるか。使いますよ。整備して。さっきのやつ倒しに行こう。さっきのなんか、どこ?さっきのやつらここら辺だよね。あ、いなくなった?もしかして、恐れをなして逃げた?あ、いる、固まってる。恐れをなして逃げてなかったね。固まってるね。あ、後ろにもいる。お前からやろう。え、いつ今攻撃食らったの?弓矢か。あいつだよね、弓矢から倒した方がいい。おい、ゆう。よし、弓矢から倒そう。お前だ。お前から。いった。弓矢のやつから倒してしまいたい。よし、倒した。オッケー。弓矢倒したらもう楽勝でしょ。弓矢さえ倒せばもう楽勝。よいしょ。いっぺんに来られると困るから、一人ずつだね。来いよ。よいしょ。やっぱリーダーちょっと強いね。死ぬから。あ、ダメだ。くそ。ちょっと逃げる。一旦逃げる。囲まれるからちょっと危険だよね。よし、倒した。オッケー。あと?あ、出血するんだね、この武器。すごいいいね。おいしょ。あー、食らっちゃった。危な。随分頑張ったな。よし、倒した。オッケー。イエーイ。あ、なんか鍵をゲットした。よし。いやー、だいぶ倒すのに時間かかってしまった。倒すのに時間かかったね。どれだろう。鍵をゲットしたけど、あ、これかな?あ、違う。なんか誰かいる。何こいつ。お前何?ちょっと話せないの?戦闘のみならね。何この人?鍵を開けちゃったけど、いいのかな?あ、お店やってるんだって。やったー。橋の近くでお店?本当にかかった橋の近くで店をやってる。相手はほとんど軍隊ばかりだが、あんたは特に…本当に?ちょっと見えない。なんて聞こえなかった。なんて本当にかかった橋の近く。分かった。すごいいいお店屋さんっぽいね。お店屋さん、いいお店屋さんっぽい。
いいお店屋さんっぽいから、すごい良かった、助けて。ああ、ここら辺に死んだ死体がもうなくなっちゃったね。死体からアイテム取ろうと思ったのに。しょうがないね。こんばんは。いや、助けたから、アイテム購入できるようになったね。すごいよかった。ってことは、次。世界地図で、ハテナの場所を巡りつつ、上、ここだね。今行きたい場所これ。あとこう掲示板もあるよこれ。掲示板もあるか、掲示板に行ってから、の目的地に行こうか。よし。OK。なんかいい武器とか手に入ったかな。全然強くないさ。全部売っていいさ、これ。あ、全然いらない。よいしょ。弓矢も結構手に入るね。プラス5、プラス。20個装備して使っちゃえばいい。誰かいる。はい。決めたのは陛下だ。俺じゃなくて来たんだ。だが、どうもどうも。ちょっと話し合わないか。村なんだね、ここ。あ、何この人。いらっしゃい。あ、さっきのお店屋さん。売り物を見せてくれないか。うん、楽しいよ。516個目在来さん。お金持って何じゃん、この人。なんなの、偉そうに。よこせよ、こんな子言うんだったらね。高く買い取ってほしいわ。3円でしょ。3円で。安すぎない？売るの。武器屋さん、ん？こ、アイテム売る方がいいのかな？食料ちょっと持ちすぎかな？あ、でも食料って、重量ゼロなんだ。じゃあ別にいいね。いらない、このなんか。ここら辺のやつにしよう。これ読んだ書物って、読んだ書物って売っちゃっていいのかな？すでに読んだ。すでに読んでないやつってある？ないよね。基本的に全部読んでるよね。大丈夫。店によって違うんじゃないの？ガラクタ売っちゃおう、全部。売っちゃうじゃん、全部。読んだやつ売っていいよね。
あれそうか。金のジョッキとか、ここら辺も全部いらない。宝石ってどれ？さあ。もうゼロになっちゃった。宝石ってどれ？え、これも重量あるの？あ、重量ないか。あー、そうなんだ。購入しないといけないものとかある？ないね。別にいらないね、これ全部。何の店なの、これ。大したもの売ってないさ。いらないね。はい。またな。大したもの売ってないね。しょぼいね。軍隊が通って、それから疫病、今度は危機。通行証が気になるか。この辺りじゃ最安値だ。それはどんな通行証なんだ？レダニア軍がポンター川の横断地点をすべて制圧して、こういう髪型の人多いね。通れない。だがついてるな。ちょうどいくつか在庫があるんだ。本当か？それだけあれば国王みたいな格好して黄金の馬車が買えるぞ。なら買わないってことかい？100円だって。もっと安くできるか。無理だ。おい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 、待て。ちょっとした仕事がある。うまくやれば値引きしてやる。やった。どんな仕事だ？どんな仕事だ？南東に少し行った場所で、俺の妹の旦那が商売してる。仲間と戦場の後片付けをしてるんだ。いつも厄介な奴らに邪魔されるんだ。ほら、死体に寄ってくる化け物だよ。あれさっきね、人たちじゃない？もしかして。そうすれば、飛び切りの値引きを。失敗したクエストだ。失敗したクエストだ。選べなくなってる。選べなくなってる。怪物を殺したが義理の兄弟は助からなかった。失敗したよ、さっき。怪物を殺したが義理の、これ教えない方がいいんじゃないの、これ。教えない方がいいかな。どうする？ちょっと一回考えておくにする？一回考えておくにして、一回セーブしようか。一回考えておくにして、セーブして。で、また来たか。通行証を探しかな。怪物は殺したが義理の兄弟は助からなかった。もうそいつに会ったし、郷さんに怪物も始末したんだが、彼はその殺された。なんだと？冗談だろう。もうこの話は忘れろ。取り消しだ。それはそれでちょっと困るね。でも通行証もらった？もう消えてくれ。あんたのせいで客が逃げちまう。100円払おうぞ。100円払ってもらおう。100円払ってもらおう。そのさっきのでっかいお犬様は、なんか、
味方の飼い犬だから大丈夫、ね、ウィッチャーはその名を隠して活動する皇帝の諜報員ヘンドリックとベレンで接触することになっていた。その諜報員は皇帝の命令を受け、まあ別に100円ぐらいいいんかな。あ、そうなの。5、3、7個目さえないと100円ぐらいだから払ってもいいかと思ったけど、まあ、そういうクエストあるならじゃあそのクエストやる。じゃあこのクエスト失敗になるからもったいなかったね。まあ、しょうがないね。あんななんかこのデスマーチで村人が襲われたらもう死ぬじゃん。無理で守るのなんて敵が強すぎるもん。もし一人だったら別に大丈夫だけど、私のおパンツと嫌だよ。また来たか。通行証を。じゃあいいや、もう怪物はもういいやじゃん。なんだもうこ、さよならでいいや。しょうがない。あれ、ま、でもまだ話せる。あんたのせいで客が逃げちまうんだった。いや、どうも。最高難易度だよ。初見で最高難易度で遊んでるんで、やばいでしょ。みんなのせいで。みんながやれって言うから。邪魔するな。普通のゲームで言ったらハードモードじゃなくてベリーハードモードで遊んでるんだよ。いや、サバイバルか、サバイバルモードで遊んでるんだよ初見で。やばいでしょ、初見でサバイバルモードだよ。頭おかしいぞ。息子だけ家に残した。そしたら一生植物の根を集めなきゃ父親の目の前にいるみたいよ。嘘ならどうするの。聞いてくれ、俺たちは恐怖で震え上がってる。544個目さえね。さそうだよ、やばいやばいって。だって敵の攻撃、何、あの本当に何の敵の攻撃を食らっても瀕死だから、瀕死プラス一撃で死ぬかどっちかだから、やばいって。ウィッチハンターって審判を下す。そう、しかもこのゲームで一番強いとされるやつをもうすでに倒したからこのゲームで一番強いとされるモンスター倒したから、もうすでに。これ自慢だから。何十分もかかったけど、楽しい楽しい。このぐらいの難易度じゃないと面白くないよ。このぐらい難易度高くしてないと面白さがない。生ぬるいゲームになるだけ。みんななんかウィッチャー難しいぞとか言ってるけど、デスマーチで初見でやったことない人が難しいとか言っちゃダメ。絶対今やってるわしの方が難しいから。絶対みんなが初見プレイより、私が今やってるこの初見プレイの方が絶対難しくなってるから。よいしょ。巨大な角が生えてるんだ。悪魔のような話ね。おい。今なんで？おこじゃないけど。僕じゃないけど、無人に向かって、お前デスマーチで初見でクリアできるやつがいるわけないだろみたいに言ったやつがいたから、私は怒っている。やっ
ってもいないのに言ってるでしょ、そういうやつらは。ノーマルで難しい、ノーマルで難しいんでーって言って、私はデスマーチで実際にやってるから、私に謝れと言いたい。ラドビット陛下のご命令だ。私に偉そうに言ったけど、誰も通さない。よいしょ通行証はどうすれば手に入る。通行証は誰が発行している。知る必要があるのか。お前のようなものが通行証を手にすることはない。正規のものはな偉そうでなんかムカつくね。なるほど、言いたいことは分かった。 10円いいから、誰が発行してるのか言え。さあよく考えろ。通行証がどこで手に入るか知っているはずだ。ああ、通行証は王の関係者が発行してる。でも闇市場でも手に入るんだ。誰が。闇市場は無理だったね。名前は知らない。十字路のあたりのやつに聞いてみろ。詳しいはずだ。できるできる、大丈夫だと思う。さらばだ。よし、クエスト進行不可。無地のパンツの色なんて別に言ったっていいよ今。無地マンは黒、黒です。森の怪物。サイドクエストいっぱいあるね、いいね。サイドクエストめっちゃいっぱいあって、いいね。確認してんじゃないの？なんで分かったの？どれにしようかな？いろいろあっていいな。通行証から行く？これ途中だったからこれからだよね。ここ、ここ。掲示板はさっき見たけど、あ、船も乗れるんだ。あ、船で渡れってことか。なるほど。とりあえず、クエスト行きましょう。お前らは病気をばらまく敗北主義と逃げ。なあ、お前か。通行証がなければ通せないぞ。あ、はいはい。さらばだ。さらばだ。変な真似するとぶっ殺すぞ。ブラも同じ色ですか。今してないです噂噂なんだ噂だ。どこに、一回、もう一回、掲示板って、なんか時間が経ったを現れたりする感じ？うわ、カーペ、カーペっていうのちょっとありね。カーペ、カーペってやる人いるね。気持ち悪い。早く戦闘したい。戦闘をやりたい。クエストもいいけど、戦闘でレベルが上がらないとちょっとなんかあれだな。よいしょ。前を見て歩け。は、お前が前を見て歩け。仕事は完了したか？はい、仕事完了しました。なぜもっと前に誰かが死体を燃やさなかった？なぜ今頃になって死体が死者に興味を持つ？永遠の炎教会の本文は聖ある者の救済だ。戦の後、我々がどれだけ貢献したか知る由もあるまい。負傷者には手当てをし、難民には
宗教的援助をした。礼拝では説教を行い、寄付も募った。それはそれは、お前がいなければ世の中は大変だったな。すごい皮肉を込めて言ってるね。墓地の始末をした。実に奇妙だな。死体の一つは生き生きとしてた。しかもかなりおしゃべりだった。何が言いたい？フィスティックの売人だ。その一人が生きていた。面白いネタを持っていたぞ。ほう、興味深い。そのネタは買わせてもらうとしよう。永久に、そして独占的にな。ディスり上手だったね。賄賂は受け取らない。どうしよう、賄賂受け取るか受け取らないか。まあいい人になってみるか。賄賂を受け取らないでぶっ殺さんしたいな、こいつ。俺を雇うのは自由だ。だが買収できると思うわ。お金はどうにでもなるから。手詰まりか。それでは殺すのが一番安上がりか。お、来て来て来た。3対1だ。ウィッチャーであろうが、なんとかなる。殺せ。はい、やってみろ。私に勝てると思ってるのか、お前は。お前ら私に勝てると思ってるのか。おい、弱いぞ。おい、弱い。全然強くない、こいつ。ちょっと余裕。絶対余裕で倒せよ、これ。いや、来いよ。うわ、後ろから来るとは。よし、倒した。よし。余裕だったな。いや、かわいそくはないでしょ。いやー、正義の味方って、本当に気持ちがいいですね。大吉さんいらっしゃい。よいしょ。マジ正義の味方って決まってるからね。いつでも。いつでもどこでも。おみくじできなくなっちゃったんですよね。残念ながら、すまぬ。おみくじできませぬ。よし、そしたら、次のクエストを、こなしていきよう。いこう。これも、なんだこれは。通行スカーのやつをやるから。あっちだ。どこだ、地図で確認して。戻らなきゃいけないの、何？え、わしも？もしかしてもう通行証持ってる？え、持ってるの、もしかして。もしかしたら、もしかして。え、持ってるんじゃない？通行証欲しい。もしかしたら、もしかして。クエストがだって、通行証を使って本、盗んでないよ。なんだろう、なんかわかんないけど、持ってるっぽい、すでに。まあ、でもこれ近くまで来たから、近くないわ。いや、100円で買ってないよ。買ってないけど買ったことになったのかな。わかんないけど。うへへ言ってる。タッチパネル撫でると、あ、本当だ、へえ。まあいいや。
通行証持ってるんだね、わし。どれどれ。なあ、お前か。そうか、通行証ならあるんだが。何？見せてみろ。偽造したものには見えないな。まあいい、取れ。やったー。なんで剣抜いたの？楽しめるうちに楽しむ。お前らは病気をばらまく敗北主義と逃げ腰をな。わかんない、なんかいつの間にか手に入ってる。で、船に乗れるんだね。で、次のクエストは、これとこれは無理だからこれだね。地図で見ると、うわ、めっちゃ遠いじゃん。ハテナの場所をどんどん行こう。誰もいないね。あ、いる。どうも。あれ？戻ってきただけ？あれ？同じ場所？あ、じゃあ反対だ。反対側に来たんだ。なんもないってことだね、逆に言ったら。え、でもこの反対側、町じゃないの？町じゃないのかな？何もない。あ、誰かいる。やめておけ、白髪野郎。怒られた。眠くなってきた。やばい、眠すぎて何喋ってるか分からなくなってきた。え、何これ、どうしたらいいの。え、どうやって開けるのこれ。え、え、なんだなんだ、いけないじゃん。船乗れないってこと。いけた。え、普通に机にの、の机で寝てる感じ。机っていうかリクライニングシートで寝ちゃったみたいな感じ。うん、違う。
リクライニングだよ。なんかある。嵐だ。え、嵐が来たって。嵐が来ると、なんなんだ、なんかやばいのか。なんかある、なんかある。薬草だった。別にこれ運転できるわけじゃない、ね、まあダメだ、ちょっと眠すぎる。ということで今日はちょっと終わります。眠いです。またよかったら遊びに来てください。お相手はトッシーでした。楽しかった。なんか放送しないと眠くならないから、あれかも。おやすみ様、おやすみ様ですじゃない。お疲れ様です。またね。またよかったら来てね。バイバーイ。